ただ、幸子君。ん壁水界の加田由紀子でございます。あのお三方、大変それぞれのご経験にまたあ即してお話ありがとうございました。すでにかなりも論点が出,出尽くしているので、少しあの車と人間の関係性というか、社会的社会学的なところを含めてですね。そしてこの後どうやって？ この法律をより抑止力を持たせるのか先ほど小野田議員が最初に言ってられました。それから予防的な措置にできるのかというところでお三方にそれぞれお伺いをしたいと思っております。あの私のような世代ですと、本当に車は憧れでした。 文明の力でした自分が車に乗れるなんていうことはもう本当に二十歳で免許取った時にすごく社会が広がり行動範囲が広がりということで憧れだったんですがただ同時にちょうど1974年宇澤光文さんまあ経済学者ですけど自動車の社会的費用という問題提起をしましてこれかなり大きな問題になりました。つまりこの車は 文明の力だけど、個人あるいは社会にとって大変大きなあの有利なものだけど歩行者のいわば移動権を奪うというのでちづくりへの提案それから公害がかなりあの大気汚染なりど出ました。それが2点目そして3点目はやはり交通事故で当時 確か今のの10倍くらいの交通事故者数がありましたね60年代そういうことを見ながら私はあこんなに大変な、まあ、あの車の持っている社会的問題があるんだな環境的問題があるんだということを学ばせていただいたんですけど最近この危険運転なりあるいは今回のこの法案を見ていよいよ人間の心理とかあるいは人が 運転をすることのいわば、えー、なんてうんでしょうかあの交通心理的なところそれはもしかしたら私は今の家族の問題で家庭内暴力なぜ DV が起きるのか DV のプロセスはというこれはもう,もう犯罪だと思うんですけどそことかなりつながるようなことになっているのかなと思っておりまして。ですから、 どうやったら抑止力あるいは予防するのかというところであの具体的に教えていただきたいんですけれどもあのまず、えっと、今井参考にありがとうございます海外の事例とそれから一番私があの気になったのは交通心理学の知見運転中に攻撃的になる心理的変化これをどういうふうに 抑制したらいいいのかとろいろすでにこう海外では研究があるということなんですけどそのあたりを教えていただきそしてあのこの日本の今回法的にこれだけいわば歯止めをかけようというところより予防的にまあ国民の中であの効果を持たせるにはどうしたらいいのかというようなことを教えていただけたらありがたいです。今井参考人 はい、いありがとうございましたあの。私も大変その辺は関心を持っているんですが、えっと、なかなか難しい問題でございます。まず、えー、先生もおっしゃいましたように、海外、例えばアメリカ、イギリスもそうですが、アメリカ等では、車の免許を持つということが、自分の自立するということの象徴でございますので、まあえっと、え映画を見ればよくありますけれども、お年を召されても免許を返納しないんだというおじいちゃん、おばあちゃんとどうするかという話題が多々出てきます。でえっと そういうふういふに海外では車の中では自由に振る舞えてそこで自分の思う通りにいかない他者に対して攻撃的に出るというふうな、まあ、いわばそういう,、えっと、こう自己主張の表れとして 日本的に言えば煽り運転のような現象が出ているかと思います日本はもしかするとそうではないかもしれませんいろいろな社会的な制約あるいは居住関係等もあって車の中で初めて自由になれるという方もいらっしゃるかもしれませんその束縛からの拘束度が強いというふうな記事を論文も私は読んだことがあるのですが日本ではそういうふうなことからえっとまあ、攻撃性が 必要性にに転すするといいうふうな分析もあったように思いますですから、そういうことをきれいに解決するのは、先生もご指摘のように、DV の問題と同じでありまして、犯罪社会学や、あるいは社会学の顕著を入れないと治らないと思うのですが、それは長期的な国の施策だと思います。ここではやはり今、被害者が大変苦労されていることに直面し、刑事法学としてできることは何かとして出たものだと理解していただければと思います。加田 はいいありがとうございますつまり車の中でいわば束縛が外れてそこでかなり、まあ、人間は暴力性っていうのは皆それぞれ持ってると思うんですけれども子どもたちを見たら本当に喧嘩大好きで子ども時代にいっぱい喧嘩した方が後でおとなしくなるのよとか <laughs> いうようなこともありますのでその辺りのところ、えー、かなり犯罪心理的なところも入れていかないと 本当にこのえ密室のいわばえ暴力行為というのがあのなくならないのかなというようなことで是非今後もあの日本にあまりそういう交通心理学とか研究がないので今後もいろいろ発言していただけたら幸いです。ありがととうございますそれからあの松原先生あの法的なところは私は 詳しく分からないのでいわば社会学的に見て今回のようなかなり細部まで行動の細部まで <laughs> 規定するこういう法案を作ることがいわば、えー、刑法法律的にどういう,こう社会の変化を反映しているのか先ほど来の田倉さんと議論していただいてますけれどもここに かなり民意が反映しているということをおっしゃってたんですけれども、そのあたり、少し教えていただけるでしょうか、はい、あの松原参考人。危険運転致死傷罪の2001年の新設自体、やっぱり民意を背景にしていたものだと思います、ただし、その民意のうち、えー、その法的に見て、どこまでがあの考慮すべきで、どこからが行き過ぎなのか、丁寧に見ていく必要があると。その うん、単に敵討ち的なあ心理というのも、やっぱり国民には当然あるわけで、それが過剰になってくるとかえって財形の均衡を失したり、あるいはかえって重すぎると適用しにくいんで、象徴立法になるあの、重ければ重いほどいいように思われがちですが、まず重すぎると警察、検察はやっぱりかなり限定的に解釈せざるを得ないという面もありますし、それから先ほど来お話に出た、重すぎると当然、ひき逃げとかそういうのを誘発していく。 いう面もあるのでその民意を反映した立法ではあるがその民意としてどこまで受容できるかというのは丁寧な熟議が必要だろうとこういうふうに思っておりますその上で今回の5号6号についてこれ民意がもちろんあの起点ではありますが4号との討伐性ということからすると先ほど来ちょっとあの速度の主体が違っているという点は異質ではありますけれどもやっぱり 4号とのバランスは取れてるのかなとその意味では法律論としても一応需要を可能な範囲内だろうと思っておりますで、一般の最後に付け加えさせていただくとその、うん、ストレートに民意に応えるという立法が望ましいのかどうなのかやっぱりある程度はあの実効性のある 具体的なところを考えていかなきゃいけない、その意味では、あのよく言われるのは、刑の重さよりも、摘発の確実性が抑止力につながるというふうには言われているので、えー、今回もやっぱり、うん、適用の確実性ということを今後考えていかないと、抑止力にはつながらないなと、それからもう一つ、同行法との連携。 やっぱり危険運転致死傷罪は物理的危険に注目しているのでそうではない配備運その他についてはやっぱり本法とは馴染まないその点は同行法とうまく協力分担して抑止力を担保していくべきだろうと私は考えております加田幸子君はい、ありがとうございますそういう意味では先ほどあの小野田議員が岡山県の例を示していただきましたけれども 現場でそれこそ都道府県の交通安全協会なりいろいろあの免許の更新の時などにきちんと広げていくということがこの後大変大事な点でございますねありがとうございます柳原参考人本当に私不勉強ながらこういう分野で専門的に これだけの研究と論考としてらっしゃるということを知らずに失礼をいたしましたけれども大大変大事な分野だと思いますで併せてですね私柳原参考人がご自分がバイクが好きだったということを言っておられて実は私も正直に申し上げますと免許を二十歳で取った時に本当に嬉しくてそして60歳まで運転してたんですけど高速道路を飛ばすのが好きでした。 それはまあいろいろいろんなことがあるんですけどあれでスカッとするんでですすよねですからあのそういう人間の心理っていうのも一方で無視できないとは思うんですけれどもそのあたりのところでですねあの男女の違い特に今回あのいわば五条六条に関わるところは男性の画面が多いんですけどそれから家庭内の DV でもまあ、えー 調査によると24%ぐらいは男性から女性なんですけど、最近女性から男性の dv が17%ぐらいあるんです。結構拮抗しているんです。で、このあたりですね。危険運転をする時の、このまあ、心理的なものも含めて男女の違いみたいのが現場で見ていてどうでしょうか？データとしても差がありますか？というのは、ここにあのえっ、ー、と資料の中に、えー 運転の例が、こデータであるんですけれども、法務省さんが出している件数だけはあるんですが、ここであの、まあ、課外の側の男女の違いなどがないので、このあたり、ちょっと現場から教えていただけたらと思います柳原参考人、この男女の違いっていうのは、まあ、私はそのデータ的にはあのはっきり見たことがありません。ただやっぱりあの 今回の透明の事故にしてもあの常磐道の事故にしても加害者がこう道路に出てきていますよね。 あれは即自分も危ないと思うんですけれどもやはりかなり命知らずなことをやってるあの加害者だなというふうに思いました要するにあのそれが男女の違いになるかどうか分かりませんけれどもやはりこうあの守るものが多い、まあ、その子どもなりあの家庭を守るっていうそういう部分でそういうものを守るものが多い人はあの自分の身に危険が及ぶあのそういうふうなことは基本的にはやっぱりやらないんじゃないのかなというふうにあの感じます。 あのや,あやっぱりあの男性の方がそういう意味ではんでしょうきき危険なこともなんかこうカットしやすくてっていうのがあるのかもしれませんけどただそれが男女の差っていうことではなかなかあの分析は、えー、できない部分はありますよね。この間あの、えっと、東京で、ねえー、パトカーを振り切って 逃げて歩行者をはねた女性いましたけれどもあれは女性でしたしやっぱり普通パトカーに「止まりなさい」って言われたら普通止まりますけどやっぱり止まらないっていうああいう心理あのそれも,もう男女に関係なくその人の持って生まれた性格なのかもしれません。はい、加田由紀子君あのそういうい意味では先ほど教育 とということが大変大変事もう交通心理学も含めてあの密室に入るとどうしても暴力的になるこれはあ,のある意味で人間として持っている本能の一部かもしれない。それをどうやって でいわば抑えるかというのは教育だと思うんですね。特に子供時代からお嬢さんのこと言ってらっしゃいましたけど、その辺を日本のそれこそ文部科学省のですねあの、えー、教科書の中にこの交通教育というのはどれだけ入っているのか、この後どうしたらいいのか少しヒントがあったら教えていただけたらと思います。柳原参考人、あのもうぜひこれあの交通問題というのはもうこれだけの多くの死者が出てるんですからあの。 学校としてきっちり取り組んでいただきたいと思うんですがでも私そ,れその前,前段階としてですね交通事故っていうものの正しい原因究明っていうものが必要だと思ってるんですで一言ちょっと申し上げてこれはもうぜひ議員の皆様にもあの考えていただきたいんですけれども例えば日本ってあの居眠り運転っていうことで処理されてる事故は極端に少ないんです海外だったら高速道路での死亡事故の半分ぐらいは居眠り運転って言われてるんですが日本の場合ほとんど脇身で処理されてます。 居眠り運転ありませんはっきり言って居眠り運転だ,だろうと思われる事故でもほとんどが脇見運転で処理されているここのそのなぜこういうことが起こっているのか 居眠り運転ってことがはっきりすればじゃあ過労運転を防ぎましょうとかしっかりと運転する前には睡眠をとって出かけましょうとかそういうことが教育できると思うんですが要するに大前提の,その事故の分析が非常に曖昧というか捜査の方でやはり過労運転居眠り運転にしたら捜査が面倒くさいっていうこともあるのかもしれませんけれどもやっぱりその辺りをもうきっちりともっと分析していかないと本当の教育っていうのは難しいんじゃないかというふうに思います。 加田子君ありがとうございました。もう時間がないのであの本当にお三方、えー、ここが私はここまで人の行動の中身まで踏み込んだあのかなり具体的な法案っていうのは珍しいと思うんですけれどもそこのところをいかに有効にこの後、まあと予防的に抑止力を高めるかっていうのはあのまたまた 立法府なり、あの私どもの政治家の責任だとも思いますので、ここはまた今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございました。以上をもちまして、参考人に対する質疑は終了いたしました。参考人の皆様に一言お礼を申し上げます。参考人の皆様には、長時間にわたり貴重なご意見をお述べいただきまして、誠にありがとうございました。 委員会を代表いたしまして厚く御礼申し上げます本日はこれにて散会いたします